アーキペンことはアメリカ合衆国有生まれの競争場である。競争場デビュー当初は A 団オブライエン9社に所属しヨーロッパで走っていた。3歳時の5月にアイルランドダービートライアルステークスを制して重傷初勝利を挙げたが続くダービーステークスは最下位の17着でその後も連敗が続き。 9月のムーランドロンシャン賞で5着となった後にマイケルで国旧車へ・デコック級者へ転馬やした。コバとなっての2戦目のアルファヒディフォートを制して久々に勝利を挙げると続くドバイデューティーフリーで3着と前線した。その後は香港へ転戦しクイーン・エリザベス2世カップを制して G1 競争初勝利を挙げた。続いてアーリントン・ミリオン・ステークスに出走するも2着と G。 一連勝はならなかった。この年の初戦はドバイのザビールマイルに出走、格の違いを見せつけ、解消した。そして迎えたドバイデューティーフリーに出走したが、逃げ切ったグラディアトラスから離れた6着に終わった。その後、連覇がかかったクイーンエリザベース2世カップに出走したが、プレスビスの6着に敗れた。結局このレースが最後となり、現役を引退した。 2010年からイギリスのランウェイズスタッドで種ボバ入りする。種ボバとしては香港カップ優勝のタイムワープ、ブリティッシュチャンピオンズフィリーズメアズステークス優勝のマダムちゃんなどを輩出した。2017年12月15日にランウェイズスタッドで急性ンパ種のため休止。サン区のタイムワープが香港カップを制してわずか5日後のことであり、担当者は アーキペンコは、急性リンパ種のために亡くなった。致命的な病気であるが、直前までその兆候を見せておらず、悲しいことに治療すらできない状態だった。亡くなる直前まで健康そのものであり、南半球に向かう貧馬のために種付けをしていたと、語っている。ありがとうございます。